心はウェスタロース。心はウェスタロスではドラマゲームオブスローンズについて好き勝手に話していきます。 YouTube とポッドキャストで同じ内容を配信しています。なおこの音声はゲームオブスローンズ最終章までのネタバレを含みますのでご注意ください。お送りするのは私キャミーとケンです。お願いします。お願いします。ということでですね、はい、今日お伝えしますのは、はい、ゲースロニュース2回目ということで、はい、このコーナー皆さん覚えてらっしゃるかな、ちょっと不安なんですけれども、うん、ゲースロニュース、ゲームオブスローンズニュースをお伝えしていきたいと思います、はい、で以前お伝えした時は、ハウスオブザドラゴンの、ね、情報に引っ付けて、前半にお伝えしたんですけど、ちょっとそうすると尺が長くなってしまうので、今回以降はなんかねニュースがあるごとにこのゲームオブスローンズニュースだけの、音声を、ピックアップしてお伝えしていきたいと思っております。そうですね、はい、まあ、例えばねゲームオブスローンズの前日譚シリーズ、はい、うんうん、ハウス・オブ・ザ・ドラゴン以外でも、はい、2022年以降でやっていくはずなので、はい、そういったニュースをお伝えしたいと思うんですけど、はい、今回は、はい、今回はですね、まあ、以前も、ご紹介させていただいたんですけれども、ゲームオブスローンズ初の公式ファンコンベンションですね。はい、私前回ファンベンションって言ってましたけど、言ってた、言ってた。ファンコンベンションです。後でね音声聞いたら気づいたよね。ファンベンションって何やねんって感じなんですけど、ファンコンベンションですね、うん、はい、その情報がですね以前よりも少し明らかになってきましたので、今回はそちらをね皆様に共有していきたいなと思います。はい、でまあ単刀直入に申しますと、うん、参加する特別ゲストが決定いたしました。ではではね早速紹介したいところなんですが、その前に、まあ、改めてねこのゲームオブスローンズのファンコンベンションの概要を、説明していきたいと思います。でこのゲームオブスローンズファンコンベンションとは何ぞやということなんですが、まあ、ゲームオブスローンズ初のね公式ファンコンベンションですよね、うん、まあ、コンベンションイコールイベントなんですが、今までは非公式のイベントや、まあ、コミコンみたいにいろんな作品の関係者が一斉にね合同で集まるような、まあ、ごちゃ混ぜの感じがするなんですかねイベントというか、うん、ゲームオブスローンズだけじゃない映画とかドラマとかのいろんなキャストスタッフとかが集まってやるイベントはあったんですが、このゲームオブスローンズ公式ファンコンベンションはもうゲームオブスローンズだけ、ゲームオブスローンズに特化した公式の、コンベンションになります。これはまあ初めてということですね、うん、はい、そして開催期間は2022年2月18日から20日まで、まあ、現地時間なんですけどこの3日間にわたって行われます、うん、場所はアメリカのラスベガスです。で予定している主なイベントは、以前もお伝えしましたがコスプレ大会、トリビアコンテスト、ゲームオブスローンズ限定グッズの発売、そして特別ゲストを招いたパネルディスカッション、サイン&写真会、うん、ということでね、このサイン&写真会がきっとね特別ゲストが関わってくると思うんですが、このゲストが、まあ、決定したということで、そうです、はい、今回はこれをお伝えしていこうと思います、はい、でまあこのファンコンベンションをやりますよっていうふうに発表された時は、まあ、まだ分かってなかった情報なんですよねこれは、うん、はい、なので今回はその具体的に誰が来るという、まあ、キャストですよね、うん、それを、うん、共有していきたいと思います、はい、ですが、ケンさんなんか別に新情報が入ったんですか？そうですね、参加する特別ゲストも、うん、発表されたんですけど、うん、それ以外にチケットの種類と値段、はい、あと一部イベントの詳細とかも、うん、10月20日に発表がありました、うん、まあでもまあ参加できないですけどね、まあできなくはないけど難しいかな、日本からだと。ちなみにオンラインはないんですか？あ、それはねまだね書いてなかったね。あ、そっかそっか、はい、ただね今のところね、うん、まあ、これからお伝えはしていくんですけど、はい、まだ決定してないことがたくさんあるんで、うんうんうん、まだちょっと先ですしね、うんうん、
とりあえずまず決まったことで、はい、まあ、チケット、はい、全部で5種類あります。おで、まあ、価格が高い順で言うと、うん、アイアンスローンの1列目を確保できるやつと、うん、まあ、通常のアイアンスローン、うん、でドラゴン、うん、ダイヤウルフ、うん、レイブン。チケットの名前がそれってこと？あ、そうそう、チケットの。あ、なるほどね、はいはい、へえ。で一番高いのが、はい、1列目を確保できる、うん、アイアンスローンという席。最前列確保したい人いるのかな、まあ、ゲストいたらいるか。あ、そのチケットの名前だからね、はいはいはい、アイアンスローン、うん、まあ、いろんなねそのトークショーとか、うんうん、そういうのがあって1列目を確保できるみたいなやつなんでしょうけど、その値段が、はい、$1,489。高っ。え、ちょっと待って、計算できないんですけど、これ日本円でいくらなんですか？日本円で約17万円です、ね。まあ、3日間で17万円。いや、3日間でも17万はちょっと高いですね。フリーター1ヶ月分ぐらいちゃいますよ、これ。フリーター1ヶ月分かんないけど。ちょっと地域によって違うと思うんですけど、17万か。うん。で、1列目を確保しなくてもいいアイアンスの普通、うん、通常のやつは、はい、$989。いや、それでも、うん、11万3千円ですね。まあ、関西のちょっとええとこ のマンションぐらいですかね、あのワンルームのちょっとよくわかんないですけど、はい、一人暮らしのちょっとええとこの一人暮らしぐらいですね。一番安いのがレイブンってやつで、うん、$195。おお、まあ、2万2千円ですね。カラスは2万2千円。はい。でこれ何が違うって、そのイベント参加できるイベントが違ったり、うん、まあ、もらえるグッズとかがチケットの種類によって変わってくるんですけど、例えばディナーショーとか、なんて書いてあったっけな、ディナーショーってフライデーナイトディナーって書いてあるすごい、なんか日本でもディナーショーってありますけどね、うん、それでもすごい高いけど、さすがに17万、やばいですね、うん。まあ、なんかテーブルに近づいてきてくれるのかな、ゲストが。日本のディナーショーみたいな感じで、うん、多分ね、はい、その誰か特別ゲストが参加するんでしょうけど、そこまではまだ書いてなかった。あとは、ダンスパーティー。何のダンス？これは、まあ、後々ちょっと話します。 あとね、はい、特別ゲストの写真、うん、直筆サイン、うん、とかトークショーに参加できるかできないかの値段の違い。あ、なるほどね、はい、カラスの人は申し訳ないけど、うん、もうそこに立っといてもらうだけで勘弁ですという可能性もあるということですね。うん、可能性はね、ちょっとまだいろいろ決まってないことが多いんですが、いや、さすがに17万はかなり太っ腹ですけど、うん、まあ出す人はいらっしゃるんでしょうね、おそらく。そうですね、はい、はい。で、はい、まあ、ここが本題というか、うん、一番話したいことなんですが、うん、今回のイベントに参加する特別ゲストが決まりました、はい、うん、おお、気になるところ。はい、7人決まったんですけど、うん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 、順番に言うと、はい、アルフィー・アレン、うわ、シオン役。うわ、シオン開いたでしょ、うん。2番目、うん、ジャック・グリーソン。おお、ジョフリーですね。さすがのジョフリーさん来てくれるんや。はい。3番目、はい、クリストファー・ヒブ。誰だっけそれ。これはトーマンド。ターマンド、はい、はー、いいですね、はい。4番目、うん、クリスチャン・ナイアン。え、ホーダーもしかして。ホーダーですね。わあ、ホーダー大好き、はい。あ、でちなみにさっき言ったですね、うん、ダンスパーティーっていうのがあるんですけど、はい、もしかして DJ？ そうです。うわ、ホーダー役のクリスチャン・ナイアンって、うんうん、役者もやってるんですけど、うん、それと別に DJ。 でも意外すぎるでしょDJ もやってるんで、二足のわらじ意外すぎるでしょクリスチャン・ナイアンが DJ をやるダンスパーティーが開催されるんですよ、はいはいはい、なるほどね。ちょっと興味ありますよね、これ。馬や番やりながら DJ もやって、はい、なかなかない二足のわらじですよ、はい。5人目、はい、ダニエル・ポートマン、ポドリックです。うわー、ポドリック大好き。ねえ、ダニエル・ポートマンはいつだっけな、3年前以外日本で。あ、そうですね、はい、それもコーダーと一緒に来てたかな。ロラスタイレルと、そう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 、うんうんうん、来てますね。渋谷かなんか行ってる写真を見たんですけど、はい。6人目、はい、ジェマ・ウィーラン。あ、いいですね、大好きです、はい、ヤーラ、はい、ヤーラ役のジェマ・ウィーラン。きっとハリントンがいいな、最後7人目、はい、お願いします。
きっとハリントンではなく、言い方が嘘つきの言い方でしたもん今。7人目は、はい、アイザック・ヘンプステッド・ライト。あれ王じゃない、ブランですね。王来てくれるんや、はい、まあホーダーがいるからプランもそうかセットですもんね、はい、来ないといけないってことなんですけど、これね7人は発表されたんですが、あの公式ページには、はい、その他のゲスト後日発表って記載があるので、もうしっかり記載があるし SNS でもそういう風に言ってるんで、うわ、あのこの7人以外にも間違いなく来ると思います。まだじゃあ期待していいんですね、まあ、もちろんこの7人もだいぶ豪華ですけど、うん、やっぱりキッド・ハリントン、エミリア・クラーク、ジェイソン・モモあたりは、うん、俺マジでねそこら辺来ると思ってるから。いや17万でしょだって、うん、それは来てほしいですよね。そこは俺結構ねそういう大物ね、うんうん、期待していいと思ってます、はい、うんうん、それはちょっとねいろいろね、うん、あの考察があるんですけど、あ、そうなんですね、はい、プラスね、うん、前も言ったんですけどこのねファンコンベンションって2022年の2月にやるんですよ、はいはい、でそのタイミングがすごく重要で、はい、というのは2022年にハウス・オブ・ザ・ドラゴンの放送が始まるので、はい、うんうんうん、間違いなくハウス・オブ・ザ・ドラゴンのトークショーとか、うん、まあ、そのキャストとか制作スタッフとか、うん、来るトークショーをやるので、うん、それも期待していいと思います。なるほどなるほど、はい、そうですね、全世界で初めての映像をね一足先に見られる値段って考えたら、うん、まあそうですね、はい、まあ、映像も多分公開するんじゃないかな。そうですよね、そう思ったらカラスの2万2000円ちょっと安く思えてきましたね私、うん、まあ、カラスはもしかして見れないかもしれないですけど、まあ、ちょっとまだ分かんないですよということなんですけど、はい、最後にちょっといいですか。最後に、はい、はい、ゲストロクイーズ。そんなでかい声出るんですか。ゲストロクイズ、いつももさもさ喋ってますけどそんなでかい声出たんですね。はい、ちょっと今寿命縮んだんですけど。そんな声帯になんか負担かかる声やったら出さなくていいですけど。で今ね発表した特別ゲスト、はい、7人は、うん、フォトとサインが、うん、はい、現場で購入できます。おお、フォトはちょっと詳しいことは書いてないんですが、はい、ちょっとまあ値段を見る限り、うんうんうん、おそらくですけど、はい、一緒に写真を撮れる、なるほどね、感じになると思うんです、ね、まあ、よくあるコミコンのツーショット写真みたいなね。あ、そうですそうです、はい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 、それをイメージしていただければ、なるほどなるほど、っていう感じなんですけど、はい、ちょっとねキャミーさんにね、うん、ちょっとここでクイズを出したいですが、うん、フォトの値段が、はい、うん、バラバラなんですよ。それぞれそんなシビアなんですか。はい、まあ、具体みんな一緒じゃないんだ。はい、具体的に言うと、はい、75ドルが一番高いんですけど、ほう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 、75ドルは1人、この中の1人の俳優さんは75ドルするってことですか。はい、はい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 、その次に、うん、70ドルが2人、うん、2人、はい、60ドルが3人、うん、で最後55ドルが1人、はい、まあ、そんな差はないですけど、まあ一応これぐらいの、うん、まあ、差はあるっていうことですね。なるほどなるほど、ということなんですけど、うん、ここでクイズです、はい、順番を当てていただきたいと思います。この7人が一体何ドルかってことですか。はい、そんな順番つけていいんですか。うん、まあ、もうついちゃってるんで辛いな、はい、そんなこんなすごい俳優陣の方々を予想することすらちょっと恐れ多いんですが、うん、75ドルってちなみにおいくらなんですか日本円で。現時点で8550円です、ね、おー、なるほどね、はい、でちなみに55ドルが6270円、6200なんちょっとメモしよう。75ドルが8550、うん、なるほどなるほど、なんでまあ1位と7位で、うん、まあ、2300円ぐらいの差がありますね、うん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 、全員と撮ることはできるんですかね。あ、できるんじゃないっていうか、そのね、あの一番高いチケット、うん、アイアンスローンのやつは、うん、あ、もう込み込み、あ、これ込み込みです。おー、なるほどね。そう思ったら全部でいくらなんでしょう。計算お願いします。サム450ドル全部で450ドル。はい。
全部で、約5万1000円ですね。あー、じゃあまあそっかそっか。え、でも5万で全員と写真撮れると思ったらちょっともう金銭感覚バグってきましたけど、うん、まあまあまあ妥当かなっていう、ね、うんうん、こんな方々とね、そうですね、一緒に撮れるんだからせっかくなので、はい、皆さんもそうですね、はい、キャミーさんと一緒に考えてください、はい、いやでもこれなちょっと難しいからな。ちなみに60ドルって3名いらっしゃるじゃないですか、はい、ちょっとヒントとして、うん、やっぱ基準がね知りたいんで、うん、はい、1人ちょっと教えていただいてもよろしいですか。そうですね、じゃあですね、はい、60ドル、はい、ヤーラ役のジェマ・ウィーランですね。へえ、ヤーラね。ヤーラが60ドル、ヤーラとまあまあまあ一緒ぐらいの活躍をした、うん、キャラクター、うん、がまああと2人ぐらいで考えると、はい、60ドルは3人いますから、はい、あと2人だからいるってことですよね、はい、ヤーラ以外に、はい、ヤーラってでも意外と出てきてないんですよね。まあシーズン2からですね、うん、はい、まあ、ちょっとねこれもちろんこの順位付けって、まあ、どういう基準でされてるかわかんないんですけど、うん、まあ、向こうのね俳優さんのまあ何ですかねレベルとかその、うん、そういうのははっきり言って私よくわからないので、うん、ちょっと今回は、うん、このゲームオブスローンズでどれだけ活躍した基準でね、うん、ちょっと考えていきたいんですけど、はい、まあ、ただ私やっぱりねホーダーが一番好きなんで、はい、一旦ちょっとホーダー1位にさせてもらっていいですか。ホーダーが75ドルってこと、はい、一旦ちょっとホーダー固定で、うん、ホーダーが75ドルですか1位ですか。いやだってホーダーめっちゃ好きな、まあ、俺ファイナルアンサーじゃないでしょ、まあ、はい、あの一応ねあの個人的な感情としてはホーダーを1位にさせてあげたい、うん、やっぱりねホーダーの人生ってやっぱねブランのために捧げられた人生みたいなとこあったじゃないですか、うん、そうですね、そう思うとやっぱホーダーとブランって一緒じゃないと思うんですよ。ちょっと脱線しましたね。ヤーラと一緒の人をまず考えましょう。まあホーダーはね、うん、多分一番セリフ少ないでしょうね。ってセリフというかホーダーしか言ってないですから。ただそのホーダーってセリフの重みは一番大きいですよ。そうだね、セリフは一番少ないけどセリフの重みは一番でかいです、うん、そうだね、はい、そう思うとやっぱ一位はホーダーなんですけど、うん、けどいやまあでもジョフリーはな、いやまあとりあえずですね、じゃあ、うん、ヤーラ60ドル、はい、そうですね、60ドルは3人いるんで、はい、60ドルを2人当てましょうと。当てに行っていいですかこれ、はい。ヤーラと、うん、同じ60ドルの、うん、キャストは、うん、ポドリック、あとはこれむずいな、めっちゃむずいなこれ。あと一人おる。いやいるでしょ。ジョフリーが一番高い75ドルのパターンか、うん、ブランが一番高い75ドルのパターンか、うん、それとも私みたいなタイプのホーダーが一番上のパターンかってのがあると思うんですよ、うん、ただヤーラがこの60ドルってことは、うん、ジョフリー60ドルちゃうかなって思ってます。ほうほうほう、はい、っていうのも、うん、まあ、なんかのエピソードでもお伝えしたんですけど、うん、私とケンさん一度ねあのこのジョフリーとねヤーラの俳優さんと、はい、あのズームしたことあるんですよ。あ、そうなんですよね。一生自慢できるよね我々の、ね、そうなんです、はい、ズームしたんですね。ズームで対談しましたから、はい、リアルタイムでね、はいはいはい、ちゃんと会話も成立して、はい、なのでやっぱりそう思うとヤーラとジョフリー一緒なんちゃうかなっていう。なるほどね、はい、ということはもう一度言うと60ドルはヤーラポドリック、ジョフリーです、はい、そうすると、じゃあ次どうしようか、70ドルいきます。そうですね、はい、このヤーラよりも高い、70… 高いとか言うのやめましょうよ。あの活躍したとかそういうのにしましょう。もう70ドルが2人います。そういうことですよね。ヤーラは60だったんですけど70が2人います。え、ちょっと普通に多分当たると思います私これ、うん、お願いします。
トアマンド。やっぱりその人気じゃないですか、トアマンド。みんな大好きでしょ。そうね、トアマンドはみんな大好き、うん、でしょ。だからトアマンドと一緒って考えると、やっぱりね、ブランは実はね、シーズン5ね、シフト入ってなかったんですよね。そうですね、欠席してましたよね、丸々いなかったです、はい、ワンシーズン、はい、かその分のツケがここで回ってきたんじゃないかなということで、ツケ何のツケあのブラン先生王様になりましたけど、うん、ワンシーズンお休みしていただいたということで、うん、同じ70ドル、トーマンドと同じ70ドル、うん、ブランじゃないですか、うんうんうん、残ったのが75ドルとこれ1位ですね、はい、1位の75ドルと、はい、最下位の55ドル。これ順位付けするのちょっと辛いな、うん、ただ私の中でホーダー1位っていうのは確定してるんですけど、やっぱりね、うん、このゲームオブスローンズという大河ドラマに不可欠な、ゲームオブスローンズを語る上では外せない人間臭いキャラ、うん、それはもうグレイジョイさんでしょ、うんうんうん、が、シオンが75ドル1位ってこと。ちょっとホーダー1位固めたかったんですけど、やっぱりね、あのきっと DJ するから DJ 分のギャラもらうと思うんですよ、ホーダーさんこの分ってあのあれかあんのかな、インセンティブみたいなのあんのかな、わかんないけど、なんかホーダーさんちょっと今回 DJ させてもらう代わりに、あの55ドルでなった可能性が高いんで、はいはい、やっぱりシオン、はい、やっぱねシオンって一番嫌われたけど一番好かれたと思うんですよ、全員に。うん、一回はシオンのこともみんなね大嫌いになったと思うんですよ、はい、でも最後はみんなシオンのこと大好きになったから、もうそのね、うん、もうみんなの感情も乗せて75ドル、はい、いきましょう、はい、じゃあ確認しますね、最終確認、はい、キャミーさんの予想ですね、はい、キャミー予想、はい、75ドルシオン・グレイジョイ、はい、70ドル2名がトアマンドとブラン、うん、そして60ドル、3名がヤーラ、まあ、これは正解ですよね、うん、とポドリックとジョフリーさん、すいませんちょっとあの今回は60ドルということで、うん、そして55ドルは、DJ のギャラ付きでホーダーさん、うん、どうでしょう、バラモルグリス、モルグリスファイナルアンサー的な感じに言いますけど、はい、はい、まあ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 ですね、え、あの外れてはいるんですけど、なんですって、そこそこは合ってます、そこそこ、はい、どっから行こうかな、いやまず1位から言った方がいい、いや4位から行きましょう、さっきの当てた順で、うん、まあヤーラ60ドル、これ確定してるんですけど、はい、同じ60ドルがですね、うん、ホーダーですね、DJ やんのにつやん、はい、クリスチャン・ナイアンですね、ホーダー役のクリスチャン・ナイアン、うん、もう一人がジョフリー、おお、ジャック・グリソンですね、よかった耐えた、俺ねジョフリーもっと、いや私も一見そう思いました、70ドル、まあ、2位かなと思って、なんなら1位でもいいと思ったんですけど、うん、でもやっぱそのズーム経験があるとしてはやっぱりね、それはあの俳優さんの立場も考えてやっぱ一緒にすべきかなと思ったんで、うん、ただね、まあそうね、まあ、これ関係あるかは分かんないけど、ジョフリーってこの中で一番、シーズン数は少ないな、あ、なるほどね、1シーズン1からシーズン4の、なるほどなるほど、しかも2話までしか出ないから、え、待って、ポドリックがじゃあどこに行くかってことでしょ、いやポドリックね55ドルはないと思うんですけど、じゃあ55ドルいっちゃいます、そうですね55ドル、はい、いや55ドル最後にします、最後に、はい、次はやっぱり70ドルですかね、はい、トアマンとブラン変わらずにいきます、70ドル2名いきましょう、はい、1人目、はい、トアマンド、おいし、来た、クリストファー・ヒムですね、はい、やっぱり人気でしょ、はい、人気ありますね、はい、なんか一緒に写真撮ったら面白そうだよね、いやなんか覇気上がりそうやし、うん、こっちもね、2人目、はい、
シオン、アルフィオンですね。嘘や俺ね、シオンは間違いなく1位の75度だと思だと思ってた俺も。嘘やん、うん、ちょっと待って、シオンより上回る人が、まあ全員素晴らしいけど、うん、え、もしかしてということはですね、最後最後というか残ってるのは1位75ドルと7位55ドル。はい、残ってるのはブランとポドリック、うん、はい。こんなんちょっともう見えてもってますけど、ただでも私キャラクター的に好きなのはポドリックなんですよ。うん、俺もそうだよ、俺もそうだってもう言っちゃったけど。そして召喚の女性も絶対にポドリックの方が、そうですね、はい、75ドルを払うと思います。セックスが上手いですからね。はい、まあそうですよね、王様になったのはブラン、ただやっぱり女性としては、うん、まあ魔法のサオの魔法のサオと写真撮れるわけじゃないから、いやそれはそうありだったらもう2800ドルぐらいって言ってました。それちょっといろいろ引っかかると思うので、さすがにね、うん、それはないと思うんですが、やっぱり女性としては、うん、魔法のサオお持ちのポドリックさん、はい、最近騎士に昇格しましたからね、まあ、最後の方は、はい、ただアイザックさんですかね、1位は。はい、どうでしょう、1位75ドルはブランですね、はい、アイザック・ヘンプステッド・ライトで最下位55ドル、最下位とかやめましょうよ、まあ、55ドルの人は私の中では最高ですから、ポドリック役のダニエル・ポートマンということでした。いやちょっとこれ皆さんも一緒に当ててくれたのかな、聞きながらね、はい、ポドリック、まあでも確かに結構ブランと、いや俺ね若いのかな、年齢も多分ね結構若かったと思いますよ。誰がポドリック、あポドリック多分まだ30いくかいかんかぐらいな気がします。1992年生まれ、若っ、29ぐらいですね、うん、なるほどなるほど。でいやでもシオン1位じゃないんだな、俺間違いなくシオンが1位だと思って、私もで、あとはジョフリーが上の方かなと思ったら、うん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 、そうでもないんですね。まあでもトム&70ドルはやっぱりねしっくりきますよね、うん、はい、っていうのが、以上何のゲームやねんって感じなんですけど、初めてのゲイソルクイズでした、まあ、はい、ということでね、7名のゲストが決まったというだけなのにこんなに時間を取ってしまって申し訳なかったなと思うんですが、一緒にねゲイソルクイズも楽しんでいただけたら、はい、まあ、幸いですというところで、うん、まあ、また新たにこういう感じで、まあ、ファンコンベンション以外にも新たな情報、前日談シリーズの解禁とかねあればお伝えしていこうかなと思っております、はいはい、また皆さんもねこの人が何ドルやと思ったのにみたいなねコメントもあればどしどし書いてほしいと思います、はい、それではまた次回バラーモルクリス。